どうも、こんばんちは、キシトです。響きりエンシェント、続き読んでいきたいと思います。まあ、一応恋人だからな、月子に言った方がいいだろう。そうだ、月子がいたんだった。考えてみた、そういった面倒を避けるために彼女を作ったのだ。一年の教室まで来るのは面倒だったが、まあ仕方がない。さて、あいつは何組だったかと記憶を触ろうとして、そういえば聞いていなかったのだと気がついた。しまった。これでは俺の昼飯が危ない。おい、そこのお前。いら立って、ろくに顔も見ずに近くを歩いていた、ジャージ姿を呼び止める。突然上級生に声をかけられたことに怯えたのか、ピクリと肩を離させて小柄な影が振り返った。その顔を見て俺はまず前を潜める。クソ男かよ。めんどくせえ。何ですか？俺を見上げるその瞳に見えるのはわずかな剣を敵。音から必ずと言っていいほどに向けられるそれは慣れてはいたが、あまり心よいものではない。手短に用事を済ませるに限る。お前さ、月子、何組か知らね？まあ、鳥の月子。鳥の？忘れかけていた名字を何とか絞り出して聞いたのだが、相手の反応はあまり芳しいものではなかった。頭をひねるようにしてしばらく考え込んでいたが、やがてごそごそとポケットを探り、くしゃくしゃになった一枚の紙を取り出す。それをしばらく眺めて男はやっぱりとこぼした。そんな人、どこのクラスにもいませんよ。はあ？そんなわけねえだろ。本当ですよ、ほら。なんで僕は嘘つかなきゃいけないんですか？予想外の言葉に声を上げた俺に、ムッとした男がその紙を突きつける。見ればそれは、オリエンテーションかなんかの名簿で、ずらずらと A から D のクラスの人間の名前が書いてあった。面倒に思いながらも、そのリストを頭から目で追って、男の言葉通り紙の割りまで確かに月子の名前が見当たらないことを確認して俺は驚く。見落としたのかと思って二度三度と見返したが、月子の名前は何度探しても見つからない。あの子じゃ何なんだ。確かにあいつは俺のことを先輩と呼んでいた。俺は2年だから学年違いというわけではないだろう。制服もここのを着ていたから他校の人間というわけでもない。それならなぜここに名前がないのか。どうして？知りませんよ。覚え間違いか何かでしょ。それじゃあ僕はこれで。戸惑う俺を置いて男は髪をしまい込んでさっさと、背を向けて行ってしまった。固く突き放したような声に入れ出すことも忘れ、俺は月子の名前がなかったことに呆然とするだけだ。結局俺は昼飯を食べ損ねる羽目になった。一体誰なんだ？ただ面倒なだけの授業が終わり、部活に向かう奴らを横目で見ながら校門までの道をたどる。花はチャイムと同時に教室を出て行ったから、今日もきっと習い事があるんだろう。ゆきたくん、私たちと一緒に帰らない？どっか遊びに行こうよ。ね？愛と別れたんでしょ？ならいいじゃん。もう次の彼女できたから。じゃあな。一緒に帰りたがって最後おならちを軽くあしらい、校門を出る。と、そこに噂をすれば、と言った具合に月子がいて、パチリと目があった。パーッと月子の表情が明るくなるのがわかる。先輩、帰りましょう。よく見たらこんな子すごい傷だらけだね、なんか。こんなだったっけ？おう。というか、なんだそれ。弾んだ声につい答えて、けれど月子の風体を見て、俺はぎょっとしてしまった。やっぱなかったよね、あんな傷ね。絆創膏だらけじゃん、なんか。スカートから伸びる手足には、右足には包帯が巻かれ、手や足、首などはあちらこちらに絆創膏が散っている。頬には大きな湿布まで貼ってあって、まさに満身創痍の体を成していたのだ。どれも朝見た時にはなかったはずだ。さすがに怪言に思って顔を詰める俺に、月子は何でもないように笑う。ああ、これですか。ちょっと感触を起こして、メス猫がいまして。なんとか対応してたらこんな感じになってしまったんですよ。メス猫？お前何やったんだ？
告げられた理由がいまいち理解できずに、俺はそんな呆れた声を出した。何がどうなって猫に襲われる羽目になるのか、しかもそんな全身傷だらけになるほどの激しさで。あまり納得できるものではなかったが、地球がそう主張しているのをわざわざ詮索して無理やり聞くこともできない。第一面倒だ。そう考えて、オラロトに引っかかるようになっていた疑問を半ば無理やり飲み込み、まあ帰るか。はーい、音もします。しばらく昨日と同じように、しばらく何を話すでもなく歩き続けていたが、半ばあたりに来たところで月子があっと何か思い出したように声を上げた。先輩、そういえばなんだっけ、雨場、先輩と何か約束してます？雨場だっけ、花と約束。突飛な質問に首をかしげ、ここ最近の記憶を漁るが、約束なんかした覚えはない。何か忘れているのだろうかと少し考え込むと、何かが頭の隅をかすめたような気はしたが、思い出すその前に記憶がそれを遮った。あ、ないならいいです。変なこと聞いてすみませんでした。お、おう。結局何だったのか分からず、釈然としない思いでうなずく俺だったが、次局がそれからと続けた言葉に、そんな思いは吹き飛んで目を見開くことになる。お昼のこともすみませんでした。先輩がお財布うちのテーブルに置きっぱなしたのを知ってたのに、私代わりのお弁当とか渡すの忘れちゃって困ってましたよね。なんでそんなことを知っている。すぐに行けなくて悪いことをしてしまいました。なんだ。当たり前のことのように告げられたそれは、どう考えても地球が知り得るはずのない情報だったのだ。それをなぜまるで見ていたように当たり前のことのように口にしているのだろう。呆然としてバカみたいな月子を見ていると、月子はポッと頬を染めてはにかんだ。先輩のことなら何でも知ってるんです。だって大好きなんですもの。これくらいはしますよ。そう言いながらツイッと月子の指先が俺のタイピンに伸びる。そっと丁寧に外されたタイピンの飾り部分を取れば、そこにあからさまにな機械が露出する。わかりやすいのはこのマイクですけど、これで離れてる先輩のこともいつもわかるんですよ。素敵でしょ。そんなものいつ仕掛けた。一層暮らしげに行って、何の悪びれもしない月子の態度に、俺はずっと手たちが寒くなるのがわかった。だってそれは盗聴ではないのか。そんなのいくら恋人ともやっていいわけがない。俺は月子の行動に、おう、セーブしてみようか。まあとりあえず反発せずに行ってみようか。何も言えなかった。今までずっと無害で無個性だと思っていた目の前の女が、途端にわけのわからない生き物になってしまったように思えて、俺は凍りついていたのだ。あ、もちろんこれだけじゃないですからね。私先輩のこと大好きなので、ずっと見てますし聞いてますからね。続けてそんなことを言って頬を染めて身を寄せてくる隙子に、俺は底知れないほどの恐怖を感じる。これだけじゃないということは、もっと似たようなものが俺の周囲には仕掛けられているのだろう。自身に、もしかしたら学校や家にまで取り付けられていた、取り付けられたかもしれない機械の数を数え、俺は呆然とする。危機ね。呆然と立ち尽くすばかりの俺を見上げてくる月子はニコリと笑う。何の陰りも横島さんも含まない、いっそ幼ささえ感じさせる純粋なその意味は、俺にとって狂気としか思えなかった。先輩、そろそろ帰りましょうか。ご夕飯は先輩の好きなきんぴらだそうですよ。そんなまた知り合いのないことを言って、月子がはにかみながら伸ばした手、その手を俺は思わず強く弾いていた。先輩？信じられないものを見るような目をして月子がこちらを見る。じんじんと弾いた手が痛み、手中には冷たい汗がにじんでいた。一刻も早く逃げ出したいのに、どこへ行けば月子から逃げられるかわからない。どこに行っても月子の耳が目があるような気がした。そんなやり場のない恐怖と焦燥感に身動きが取れなくなった俺の目に、ふと慣れた声が滑り込む。
ふーちゃん、アマバか。お前、なんで？振り返ってみれば、そこにいたのは花だった。見知った姿に少しだけほっとしながら、けれど家からまた遠いこの場所に花があることに違和感を覚える。だって花はいつも家の前で俺を待っているのに。遅いから迎えに来ちゃった。そんな、だっていつもは。どんなに遅くなったって今までそんなこと一度もしなかった。そう続ける前に遮るように花が月子へとすっと冷たい視線を投げる。もう近寄らないでって言ったのに。うちの制服まで来て嘘をついて付き合っておいて、その上ふーちゃんを困らせて。しかし対する月子はその視線の鋭さにもひるむことなく、さっきまでの明るさが嘘であるようにあざ笑った。近寄るべきじゃないのはそっちなんじゃないですか。恋人でもないのにつきまとって恋人たちを追い払って自分勝手にも程がありますよ。二人がすでにお互いを知っているようであることにも驚いたが、その言葉が俺の頭を揺さぶる。あ、今までのじゃ女の子たちは、かなちゃんがなんかやってたんだ、裏で。遅刻ばっかりじゃ怒られるでしょ。中学は義務教育とはいえ、出ないと困るよ。そっちこそ、説得はまだしも、暴力は良くないと思いますよ。嫌がらせも相当えげつないのばっかりだったし、あれじゃ病んで当然ですよ。二人は、一体何を言っているのだろう。まるで外国語みたいに二人の会話が頭に入ってこない。だってそれは自分が知っていた二人とあまりにも違いすぎたから。月子が中学生、花は恋人たちを追い払っていた。そんなのを知らなかった。二人の近くに俺はずっといたのにどうして。愕然とする俺を置いて二人は尖った声で痛いくらいの冷たさでお互いを糾弾して走る。もう一度痛い目見ないとわからないの？おバカさんだね。それに嘘をついていたのにふーちゃんに許してもらえると思ってるんだ。そっちだってさっきの傷は決して浅くはなかったはずですよ。やられてばかりだと思ったら大違いです。あと教えてあげますけど、先輩はあなたとの約束なんか覚えてませんよ。約束、その単語に花の表情が固まる。花と約束、先ほども惹かれたそれが一体何だというのだろう。わからないようにゆっくりと花のまっすぐなどっとするほどそこの知らない瞳がこちらへと向けられた。ふーちゃん、約束忘れちゃったの？ぽつりとひとかけらの感情さえ乗らぬ問いに得体の知れぬ恐怖を感じてながら俺は答える。セーブだな。これはどうした方がいいかな。知らない、覚えてる。知らないにしてみようか。知らない、覚えてない。常とは違う花へとそう答えるのには勇気が必要だったが、覚えていないものは覚えていないのだ。約束などと言われても一体いつのことか、どんな内容だったのか思い出せない状態で覚えているとは言えなかった。嘘だよね、分かってるよふーちゃん。けれど花はそんな俺の決死の答えをふわりと笑って否定する。あの女がそう言えって言ったんでしょ、かわいそうなふーちゃん。でも大丈夫、私がふーちゃんを助けてあげるから。違う。一層穏やかさからにじませる花の言葉は狂気を帯びていた。慌てて首を横に振ったが、もう花に俺の言葉は届いていない。ふーちゃんに嘘をつかせて最低、もう許さないから。嘘だって思いたいだけでしょ。あなたの大切にしてた約束が先輩にとってはどうでもいいものだったと受け入れられないだけのくせに。あなたに何がわかるの。勝手に覗き見て全てが分かったつもりになって。あなたなんかふーちゃんにとっては替えの引くおもちゃでしかないのに。そのおもちゃにすらなれないくせに。ひがみも大概にしてくださいよ。いい加減にして、怒るよ。壊されたいの。こちらに直接向けられているわけでもないのに、あざ笑うつきこの声が、冷たい花の声が俺の精神を徐々に下げすんでいく。どうしようもなく二人のことが怖くて仕方がなくて、気がつけば俺はその場から逃げ出していた。
背中で花と月子の声を聞いたが、そんなものに構ってる余裕はなかった。何なんだ、何なんだよあいつら。あんな二人は知らない。俺を挟んで憎み合って、貶め合って、罵声と暴力を繰り返す二人なんか知らない。あんなのおかしい、狂ってる。今逃げてもどうにかなるわけでもないことぐらい分かっていた。何の解決にもならないだと分かっていたけれど、俺はもうあんな異常を見せつけられたくはなかったのだ。くそ。走って走って、そうして家でたどり着く頃には俺の息はすっかり上がり、冷たい汗が背中を伝っていた。それでも見慣れた我が家の、姿に束の間とはいえ、家から逃れられた気がして、ほっと息をついて門扉に飛びかけると、その時、ふーちゃん、先輩。背後から二人の声がして、振り返る間もなくバチと背筋に痛みが走って視界が暗転する。スタンガンか、逃がしてあげない。意識を失う直前、最後に聞こえたのはその声は、どちらのものだったのだろう。ま、どこだ、ここ。目を覚ますと、見覚えのない窓一つないような石造りの部屋の中、俺はパイプベッドに横になっていた。全身の痛みにうめきながら、ぼんやりとした頭のまま体を動かせば、じゃらりと硬質な音とともに自らの手足に鎖が繋がれていることに気づく。なんだよこれ。鎖は両手足をそれぞれ繋いでいるだけで、どこかに繋がれているわけではなかったが、それでも動きが制限され、何より拘束されているということにひどく、狼狽した。その状況を把握した途端、意識を失う前の恐怖がふわりと全身によみがえる。そうだ、意識を失わせたのがあの二人なら、きっと俺をここまで運んだのもそうに違いない。おそらく近くにいるはずだ。警戒しながら部屋の中に線を巡らせれば、一箇所だけ無機質な扉を向けて、じゃらりと鎖を引きずりながらひこちなくよく寄るが、どれほど引いても押してもそれはびっくりともしなかった。くそ、やっぱりダメか。半ば予想していた頃ではあったが、実際に確認するとやはり重たい絶望感が胸に満ちる。さらにひとしきりがガチャガチャと無意味にノブを回してみたり、扉を叩いてみたりしたが、結果は変わらず。認めたくはなかったが、俺は閉じ込められたようだ。痛くなった手をぶら下げて、諦めてベッドへと戻ると、突然隅にあったテレビの画面がバッと明るくなって、俺はバッとそちらへと視線を向けた。おはようございます先輩。画面に映ったのは月子だった。同時に聞こえた明るい声に思わずびっくりとしながら、息を詰めて画面を凝視していると、月子はクスクスと笑う。怯えないでください、ここは安全ですから。そう陽気に笑う月子に、けれど俺は少しでも安堵できなかった。意識を失う前の家康夫妻の異常な様子が頭にこびりついていたし、何よりこいつは俺への盗聴器を仕掛けていたようなやつだ。信用できるわけがない。ただま、ここには来ませんよ、来れません。私以外にこの場所を知ってる人は誰もいませんから。警戒しながらもう一人の所在を聞けば、エイのままツイクはピシャリと断言した。そこに滲む拒絶から、どうやら二人が結託しているわけではないようだと俺は息をつき、直後にさっと青ざめた。ちょっと待て、誰も。はい、誰もです。ここは二人だけの秘密の場所ですから。大染めながら語った言葉に俺はゾッとする。それはつまり、この部屋を出ることが不可能ということではないのか。頭を過ぎ去ったその可能性に焦って、画面の月越えと吠える。おい、ここから出せよ。俺が何したって言うんだよ。なんで俺がこんな目に遭わなくちゃ。確かに俺は一般的な恋人のように、相手の何だのから告白を了承したわけではなく、月子の望んでいたような扱いをしなかっただろう。だがそれは、ここまでされるほどのこととは到底思えない。一体何が月子を殺されたのか、原因を短い交際期間の中から一緒に割り出そうとそう考え込む俺に、けれど月子はキョトンとした不思議な方に首をかしげた。
先輩は別に何もやってませんよ。ただ単に私がこうしたかっただけですから。はあ、その意味のわからない言葉に俺はまず頬肩ような声を上げてしまう。人を閉じ込めてそれで何がしたいというのだ。理解できずに固まった俺に、ついこは笑みを浮かべてパーッと頬を上気させる。その部屋にはあちこちにカメラやマイク、センサーがついていて、24時間365日、先輩の一挙一挙一動一投足、呼吸の数から瞬きの頻度、心拍数の変化など、本当に全てが記録できているんですよ。ああ、本当に夢みたいです。まるで素晴らしいことのように熱族まで語るその声を、俺はただただ呆然と聞いていた。理解することを俺頭が拒否していたのだ。知らぬ間につけられていた盗聴器でさえ、あれほどまでに嫌悪感を覚えたのに、今はこの部屋全体がそうなのだという。途端、無機質だと思っていた部屋が一変して得体の知らない気持ち悪いものに思えてくる。つまり俺はこれから延々と月子に見える暴かれたくるの日々を送るのか。月子が飽きてまで、下手したら一生。暗いと絶望感にめまいがする。思わずすがりついたベッドのシーツさえ、もしかしたら月子は何かを仕込んでいるのかもしれないと思うと気が狂いそうだった。なんで、なんでこんな。乾いてりついた後で震える声を絞り出せば、弾んだ声が無情にも鼓膜を震わせる。だって先輩のこと大好きですから。その言葉にはわずかのためらいも悪意もなくて、だからこそ狂っていた。結末暴かれる部屋やば。監禁された。エンディング4つって回だったかな、多分。だから多分2つなのかな、1人。ヤンデレではないよね、これ。一方的すぎるでしょ。理由もないっていう。そんなことあるか。ヒントコーナーが開放されました。ヒントコーナーとかあんの？うん。はい、というわけでね、じゃあ今回はね、一旦これでね、終わりにしたいと思います。次回はね、別エンディングをね、回収していきたいと思いますので、次回もよかったらね、また見に来てくれると嬉しいです。それでは。熱く熱く